さあ、それではサイレントヒル2リメイクの実況続きやっていきたいと思います。ハミングです。前回はね、表の病院の世界をクリアしまして、そのまま流れで裏世界まで来てしまったっていうところで、裏世界の病院を今探索している最中って感じですね。で、このナースステーションの近くにある鎖で封じられた箱の謎解きをしなければならないという感じで頑張ってやっていきましょう。じゃあ前回の終わりからそのまま撮ってるんで、ここ開けていきますか。前回の終わりにゲットしたこの至福の鍵ですね。心に触れるためのものって書いてあるけど、これね、椅子に座らされてたマネキンのとこで使うんじゃないかなと思うんで、戻ります。ここでこれかな。はい、すいません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 ね。あ、なんか出てきた。おお、ラピスの目の鍵。ほう。これは、じゃあ、ナースステーションのとこの、この封じられた金庫やったっけ？鎖で封じられた箱か。ここで使えるんじゃない？どうやろ？帰ってきたぜー。ここの？ここじゃねえか。はい。おお！使えたわ。鎖が一個外れた。やったぜ。じゃあ次は、このまま L3 の方向かなに行こうかな。うん。向こうはさ、表の世界やと、マリアとかがね、いるはずなんやけど、なんかすげえぐちょ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 音が聞こえるんやけど、これ。いるよな。あ、ここ上登れるところや。おい、出てこいや。もう音だけ聞こえんの嫌やわ、これ。行くぞ！出てきた！このなんかナイフ持ってるタイプの、この裏世界版のナースは、どうなんでしょうね。うわぁ！あ、怖い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 。いてて。ちょっと待って。あ、こいつもまあ、ヒットアンドアウェイで、一発殴ったら下がるくらいの感じでいけば、いけるんじゃないか？回復します。栄養ドリンクもちょっと減ってきたな。減ってきたと言っても14個あるけど。なんか基本的に扉は開かへんもんとして考えた方がいいかもな、裏世界は。なんか意外と開くところがないぞ。あ、出てきた。ヘッショは3発でいけるんよな。おい、起き上がるん。はい。よいしょ。お前も起き上がんの。はい。でもこう見ると裏世界入れる場所少なくていいな。なんか淡々と進めていける感じがあって、個人的には結構いいかもしれない。あ、これはあの目のマークがあったところか。C1 やったっけ、ここ。あ、せやんね。で、この先が、院長室のエリアかな？ここが院長室か。ただ、院長室も鍵が必要って感じか。あ、で、ここ壁壊せるわ。壊そう。で、ちょっと怖いから、中入って、ショットガンで、あ、わっと。撃たんでよかったな、今な。もったいないことしたわ。待てーい！危ねえ。はいはい、台車があって、あ、そこも、開けられんのか。てか、ここを開けないと台車を向こう側に持っていけない感じだったよな。多分。はいはい、ここを開けて、そこ、登るために台車を持っていく感じや。オッケー、じゃあ台車を持っていきますか。嫌な音が鳴ってるなぁ。こん中行きたくないなぁ。行くしかないなぁ、でも。何がいる？外が構えるか、これ。よいしょ。うい。どうも、こんにちは。はい、まず1体倒して。もう1体来い。よし、2体とも倒した。あとは、足とか、その辺がいないかをチェックしていました。いるならいるって言えよ。ほら！よし。で、こっちが、うわぁ、なんかまたまがまがしいけど、読み物があるね。またあいつがいる。こっちを見てる。じっと見てる。私を引きずってでも連れて行くと言っていた。嫌だ。あそこには行きたくない。どこに連れてかれるんだ、俺、処置室か。え、これは？あ。院長室の鍵。ゲット。したぜ。あ、写真や。久しぶりに見たな、写真。誰も知らない。ナンバー2。ほう。院長失礼しますと。おい、はしごある。僕はね、ここの院長が、ジェームスかと睨んでるんやけど、ほら、ここにレコーダーあるでしょ。表世界のレコーダーの、その委員長の喋りが、
喋り方がすごくこのジェームスに似てたんですよね。ちょっとこれ読みます。もう痛みはなくなる。混乱した走り書き。走り書きっていうか、走りタイプライターっていうか。うわ、痛みがない、痛みがない、痛みがない。ノーペインってめっちゃ書いてある。で、これ聞くか。笑とるな。つって。切れたし。どういう意図で録音したんや。この上は、3階やんね。うわ、3階のこれどこに繋がるんや。I7 アイドリッシュセブンですか。オートセーブ入った。わ、このベッド何これ。これさ、あの表世界でローラに騙されて閉じ込められた時に出てきた敵、あいつに関係してるんじゃない。押してます。反応がないわ。あ、なんかあるぞ。読み物がいっぱいある。電気ショック療法室で患者00505がいるのを見つけた。予定を確認しても彼に電気ショック療法を行う予定はなかった。電気ショック療法って何やねん。彼一人であそこに入ったってこと？でも電源の付き方を知っているはずがない。一体誰がこんなことを。あともう少し。もう少しで起きる。きっと。電気ショック療法ってこれじゃないの？ここに縛り付けて、これで電気ショックを流してたんじゃないのか。なんちゅう療法を。いけるんかい？そしてここ。ここちょっと怖いよ、僕。ここだって表世界やったらさ、あの、精神病患者が入りそうな、そう、これ。周りがクッションになっている部屋なんですよね。敵の音が聞こえます。何がいる？あ、でもこの音はあれやな。ナースやな。やたらとぐちゅぐちゅ鳴ってんのは多分ナースじゃねえな。よし、離れろ！死んでねえのかよ！あ、なんかこの赤いコード。この赤いコードを辿っていく感じになるんじゃないですかね。ひぃー、やべ、これ、クリーンヒットしてね。よし。念入りにとどめを刺しておく。ああ、もう一回来た。ほら。念入りにとどめじゃ。ほら。そしてリロードもするんじゃ。こんなにバンバンショットガン使ってっていいもんやろうか。で、ちょっと待って、こっち側は？あ、まあ、ぐるって回るだけか。あ、コードがこの先に続いているね。で、エレベーターと、ハンドメ。いただいておこう。よし。が入って、コードが、あー、このジェネレーターに繋がってる感じか。発電機。なるほど。これをつけるんかな？つけた。つけて。この先は？あ、便所に繋がるのね。便所と。暗い。なんかいそう。怖い。大丈夫。なんか見てたな。あ。落ちてるやんけ。解決するまで休むわけにはいかない。休んでいられない。休めない。どうすれば休めるのか、わからない。なんかもう、末期の日本人みたいな。何のために俺は仕事をしているんだろうっていう。仕事をするために仕事をしてるんじゃないかっていう、もう、社畜の考えみたいになっちゃってるやん、これ。これ、院長かよ、しかも。よっしゃ、電気ショックしましょうか。この、空の、ベッドで、電気ショック療法。ゴー！うわぁ！死んじゃうやろ、こんなんしたら。あ、メモった。9659。あ、なんか数字が浮かび上がったんか。おぉ、9659や。すごい。これはどこで、どっちのナンバーやろう。9659、4桁やからあれか。ダイヤル式じゃないな。さあ帰りましょう。9659ね。はい。9659。9659。OK！ 二つ目。なんかこう、前回、録画してた時はなんか、裏世界を僕はね、必要以上に怖がっていた気がする。そんなに怖がる必要はないんだ、裏世界は。敵がいっぱい出てくるだけだ。そう思って進めば、なんかそんなに怖くなくなってきた。ただ、静かなのは勘弁してほしいね。どっちかつとも敵いっぱい出てきてほしいくらいまであるわ。じゃあ行きますか？この先が、はい、もう病室だらけのところやね。なんか外ですんげえ救急車が走ってるわ。あ、いるね。ハンドガンの弾があるけど、あそこに。取りに行っていいもんやろか、直接。行っか。取って、で、多分この床に続いてるこの鎖を辿っていけばいいんじゃないかなって思うんやけど。あれ、さっきのナースどこ行った？
この先か。ただ、なんかあったぞ。何も入ってないわ。うわ、広いな。なんかもう壁がぶっ壊されてて。なんかね、あ、時計や。ん？わあ、ばあ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 。なにこれ、謎解き？どっかにヒントあるかな？探せヒント。そして、探せさっきのナースを。片付けてやろう。我が最強のショットガンで。この先やろ。ここやろ。ここ、こん中。うん。あ、こん中から鎖が伸びてるじゃないですか。入ろうかな。ハンドガン弾取ってこの壁を壊す。てい！いやあ！すぐ入る。もうすぐ入る。よし。あ、なんかある。こういう読み物にヒントが書かれているはずだ。ちょっと待って。あ、なんて書いてあるのこれ。Watch it to go back. Go dark. 暗闇に消えていく。で、こっちの読み物が、観察され続けても、1年間。食べさせられた錠剤は数知れず。でも、うるさくなる時間がやってくると、光が消えるたびに私は震える。お、取れたページ。あー、なんか、これなんかのヒントかな。裏返して、裏特に何も書いてなかったな。この絵がヒントっぽいんよね。一番上にあのダイヤルの番号っていうかダイヤルの鍵が書かれてて、で、その下に、洗面台で、時計で、ライト。うるさくなるっていうのは多分、目覚ましが鳴るとかそういうのかな。お、うるさくなる時間か。洗面台。あ、錠剤が 1,2,3,4,5,6。6個あって、で、このライトが、これで一回電気消してみてどうのかなるとか、そういうのじゃない。この錠剤の数は多分あると思うんだよ。6。あの時計っていじれたよね。ちょっと待って。うるさくなるやから、これ回せったら鳴る時間があるんじゃないこれ。うわ！待て。2ね、2ね。とりあえず2ね。あ、来た！いてててててて。あ、いた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 。当たっちゃった。あれ全然当たらん。ちょっと待って。勘弁してくれよ。勘弁してくれや。全然弾が当たんねえ。うわー、ちょっと待ってくれ。ちょいと待ってくれよー。これ通ってくんのここ。避けるな。めっちゃ今綺麗に避けられた。ちょっと倒して。OK、2体倒して。で、なんか足おったよな。足どこ行った？足じゃねえけど、こいつも落としてから、消そう。ほりよし。で、爆散。危ない、これ、牙で。ああ、痛い。このダメージもったいないわ。とりあえず、時間は分かったよね。で、これ2や。2。2で、で、これが6やろ？光が消えるやから、この、ライトがこう消える回数かな。2回消えるから、それをこうやっていくんじゃない？うまいこと。錠剤が6個で、時計が2で、ライトも2やから、6、2、2？ でも4桁じゃないの。1桁目がこのあれか、監視され続けてもう 1年。1かな。で、監視され続けたのが1年の1。食べさせられた錠剤は、洗面台にある6個。で、わずらはうるさくなる時間っていうのが2で、光が消えるたびに私は震えるから、2回チカチカ消えるから2。1622じゃない。よし。これで、ちょっと試してみるか。よし、戻ってきた。1622でやってみましょう。1622。おーし、来たー。これで、開いたんじゃないですか。全部。お、中身はなんじゃらほい。どうしたん？空っぽ。お前の中身は空っぽなんだよって言われてんのかな、俺。何かを感じ取ってるけど、わあ！何あれ？すごいデザインの扉やな。
口になんか加えてるけど。舌？舌ペロ？違うな。なんやろこれ。失礼します。お。あ、はい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 、エレベーターのボタンか。エレベーターのマイナス1ボタン。これなん、あ、なんか書いてある。これなんやろ。あの人は、なんて読むのこれ。アマシかな。あの人天使か。誰も知らない俺だけ。分かってる扉の人。細い糸の橋。あいつらは渡れないで落ちる。罪重いから落ちる。醜く太った水死体のような人の悪の人を食べてるあの人。俺を、救ってくれる、救ってくれ、救ってくれ、救ってくれ。なんか、おかしくなっちゃった。で、こっちの扉が？あ、なんや、指輪？指輪を持ってこないといけないのかい？この女の扉のところに。ここで、地下のボタンをつけて、レッツゴー。地下かー。なんだ？お待たせいたしました。はい。トリックオアトリート。トリックオアトリート。おかしかいたずらか。夢のような素晴らしい商品が手に入ります。しかし不正解だった場合は罰を受けなければ。なんじゃそれ。全ては幸運な出場者にかかっています。これはジェームス・サンダー・ランダー。私、ジェームス、トリックオアトリートの準備はできてますか。素晴らしい。何も言ってないで。はい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 。サイレントヒルでは恐ろしい病気が広がり、そのため多くの人が亡くなりました。あ、そうなん？その遺体は湖に葬られ、水底で眠っています。そうなん？この病気で何人の住民が亡くなったでしょう。知らん。1番、42人。2番、67人。3番、85人。知らねえ。わかりますか？答えは覚えておきましょう。いつ役に立つかわかりませんよ。では続いて第2。おお、まだ答えずに行くんか。ダンダース通りを東に進むと、はい、街の外に出ます。はい。そこに一本だけ木材置き場と墓地に向かっていく道があります。ほう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 。その道の名前は、うわ、なんてっけ。1番、バックマンロード。違う。2番、マンソンストリート。違う。3番、ウィルツロード。あー、もう全然わからん。全然わからん。それでは最後の第3問。はい。この街では数年前、むごい殺人事件が起きました。あ、そうなんですか。道で遊んでいた幼い兄と妹が斧で襲われ、切り刻まれ、バラバラにされた。めちゃくちゃ怖いやんけ。裂ける皮膚。はい。砕ける骨。うん。飛び散る血。かわいそうなことですね。罪のない命が残酷に奪われた。そうですね。被害者の一人はビリー・ロケインという少年。ビリー・ロケイン。ではもう一人の被害者であるビリーの妹の。いや、知らん知らん。名前は。1番、ミリアム。ミリアム。2番、ヘザー。ヘザー。3番、ジュリアム。いやー、わかんねえ。さあ最後の。ヘザーはね、3の主人公の名前じゃなかったっけ。そうなら素晴らしい。商品を受け取るのはもうすぐそこです。え、でも気をつけて。今からそのクイズをやるんか。では今日はここで終わりにいたしましょう。皆さんとヒントを置いといてくれ。ありがとう。またいつかどこかで、やめる時も健やかなる時も。さようなら。さようなら。じゃあこの地下でクイズやらされるってこと。ちょっとバイオセブンみたいになってきたけど。バイオセブンのさ、誰だったっけ、あの長男、アイスみたいな。わあ、敵は出てこーへんと思っていいから。そう思って僕は行くよ。なんか出てこなさそうやな。いるな。普通に出てくんのかい。クイズちゃうんかい。あら、よっと、まだいるぞ敵が。あ、虫やわ。ほいっと。虫はこいつほんま何のためにいんねん。今のところまだ攻撃されたことないけど。広いなぁ。うわぁ、ちょっと久々にびっくりした、普通にこいつに。あいてて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 て。この野郎。うわぁ、来たね。なんか落ちてきてるな。あの、ゴミか。
普通にゴミが落ちてきてるだけか。さっきのクイズも覚えてないんやけど。出てくるかな？じゃあこっちやね。あ、発電機よこれ。発電機の裏に出てきた。あ、いるわ。足足おるな、そこにな、お前な。あれだ、撃っといたら一発だけ。よっとー。足足と戦うのちょっと楽しくなってきたわ。こいつ。さあ、バンバン進んでいくぞ。ナースはちょっとまだね、全然怖いんやけど。でも今んとこあのクイズ、どういう意味やったんやろ。多分でもなんか、後で答えるタイミング来るよな。ここの上よじ登れて、通れなくて、行くしかない。よいしょ。は、よいしょ。あ、はいはいはい。足場がなくて行けへんかった方にこれだと。ん？なんかあるな。これは、あ、指輪や。オッケー。銅の指輪。ゲット。うわあ！え！ジェイムス。なんでおんねんお前。いや、マリアだったな。悪い。まだメアリーって言っちゃったな、今。とにかく無事でよかった。とにかく？とにかくって何なの？逆切れされた。危うくあっちで死にそうになったのよ。あんな怖い目に遭ったの初めてだわ。知るか。メアリー、メアリーって死んだ人がそんなに大事？私なんてどうでもいいんでしょ。いや、そんな。じゃあ一緒にいてよ。おー、くっつくな、くっつくな。置いてかないで。面倒見てくれるんじゃないの？そんな約束してないって。うわ、めんどくさい彼女みたいになってる。怖っ、この女。いや、まあ確かに怖いのはわかるけど。それはしょうがないよ。僕めっちゃ怖いもんだって。ローラはね、騙されましたね。ああ、けどすぐ逃げられた。え？なら探しに行かなきゃ。ああ、でも君、ずいぶんあの子にこだわるな。ああ、確かに。知り合いか。別に。やめてます。それはジェームスも一緒やけどな。初めて会った子よ。でもかわいそうじゃない。たった一人きりで。よくわかんないけど、守らなきゃいけない気がして。謎の使命感に。ほら、探しましょう。襲われてるわけですね。ここからこいつと合流かよ。びっくりした、マジか。ああ、出た。風俗の潜在写真。風俗の潜在写真ポーズ。あれ、口隠してるか目隠してるかどっちかなんですよ。あら！表世界にやってきた感じかこれ。いや、違うよな。この感じは裏やもんな、完全に。あれなんかな、もうみんながみんな同時に裏世界に行くようになってんのかな。なんかまたさ、YouTube のおすすめ動画のサムネでさ、若干ネタバレを食らってしまったんですけど、マリアの。マリアのね、ネタバレを若干食らったんやけど、まあそれに関しては一応言わな、今この動画では言わないんですけどね。どういう感じなんかなっていうのは気になる。雨降ってきた。あら、いいじゃない。雨の散歩なんてロマンチ。もう同時品な。確かに。マリア、何を言ってる。ここで何起きても不思議じゃないもんね。軽くしようと思って、ただの冗談。そうか、悪い。あ、プールや。うわ、底なしプールや。怖い。さすがに温室の方に、あ、写真がある。 They must know。 奴らに蹴取られるな。これはどこの写真やろ。精神病棟の、壁みたいやけど。13。まあ、マリアがいるからちょっと気が楽やけどさ、一緒に同行してくれる奴がいるだけで閉まるなっつう。だいぶ気は楽ではあるんやけど。これ、もしかしてあれなの？どれよ。いや、どれよ。何これ、冷蔵庫？あ、ちゃうわ。棺的な？棺桶みたいな感じかな。うい、開けろー。開かないの？ああ、手を貸してくれないか。お手上げなんです。私？大の男が私みたいなか弱い女性に助けを求めるの？めんどくせえなお前。いいわ、素直に最初から低下3回。おお。
だいぶ怪力ちゃうの、マリア。中身は？ん？何これ？え？お、あ、指輪やん。全然可愛くない。はい、これあげる。あら、どうも。プロポーズでっか。お、鉛の指輪。確かに全然可愛くないな。怖いな。メタル系の人がつけてそうやもん。銅の指輪と二つ持ってるけど、指輪どっちつけるんやろ。読み物です。患者が回復した時に彼らのための診断通りになって、なぜならスタッフ全員のためが私の目標だからで、特に有効な治療で彼らの症状が軽減される。もう何を言ってるか分からへんねんけど。なんか文脈おかしくない？これ帰りの見られる書きを切って左下に書いてある。裏面は後悔なしか。いや、帰り見られるよね、だいぶ。何言ってるか分からんかったもん。国語力のない文章やったもん。はい、ということで、一旦ここで切りたいと思います。また次回のね、サイレントヒル2の実況でお会いしましょう。お疲れ様です。バイバイ。じゃあねー。